いや出てきちゃったごめん噂したから出てきちゃったわあ投影してるうわー感傷バケーだ音楽いいなやっぱりこの音楽いいなえすげえすげえこれすごいななんか夢の対決みたいになってるねはいどうもアニメラクターの財前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います今回見ていくのはフェイトからイドライナープリズマエリア第6話 見ていこうと思います。はい。というわけで始まりました。プリアですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で、えー、第6話、前回第5話でついに折り返しに入りましたっていうわけなんだけど、セイバーとの戦いが未だに続いております。リンたちにカレイドステッキを渡すことにより、リンたちが魔法少女になって戦えばなんとかうまくいくんじゃないかと思いきや、割と状況を拮抗している状態で、まあどうなのどうなのっていう感じになって、まあとはいえ、まあ策はありますわよ。戦いますわよっていう流れの中、さらに次回予告でイリアがなんか、あ の格好をしていたりりだとかままああ不思議な要素が結構ありますよねはいもう前回はね「さあ来るぞ来るぞ来るぞ」みたいな感じでもう肩を温めた状態ではありますので今回どうなっていくのか楽しみにしていきましょうそれでは見ていきましょうよーいスタート世話の焼ける人たちさあ尻尾かわいい。 さあまあ本業魔法少女いいなあなんかどことなくさあ感じられる <laughs> リンのチンピラ感いいよね <laughs> 結構お上品な人だと思うんだけどなまあ優雅たれっていうくらいだし。 さて、にしてもでも、ここでさ、セイバーと打ち合うってこと自体がね、さあ、とはいえ、受けることができた。さあ、この霧のエフェクト、めちゃめちゃかっこいいな。 さあこでここで切り札6房星が6つさあここでぶち込む気っぽいよね。 フェイトカレイドライナー、プリズマエリア。そうか、カレイドって言ってるもんな。カレイドスコープ。カレオジ。 さあスターログ<陽>ここめっちゃかっこいいよね、この。か細かいアクションにね、なんかロマンを詰めてるというか、なんかこだわりを感じるんだよな、本当に、やり回してみせたりとか。 さあいいねでもここちょっとミウからイリアに手を伸ばそうとしてるのがとてもいいですね鑑定士ですさあ空白夜の終わりさあお何水何する気 わうわナイアガラみたいになってない、これ。え、え、な、な、なに、なにしてんの、これ。<laughs> 結局喧嘩 <laughs>。 なんか、多分仲良くできる資質はありそうだけど、ぴったり気質が噛み合ってないな。ははああすごいな <laughs> 相性が良くないなどっちかがどっちかを立てれたらいいんだけどね。おあら、やばい、立てるオールディス。尻尾 <laughs> 確かに何本巻いてるんだろう。 やばいやばいやばい。またお,お、お暇をいただきますされちゃうよ、ステッキに。やばいやばい、ルビーが、ルビーが。ああ、ルビーへし折れる俺、ほら。折れたよ、今、音が。あー、まあ、ま、あとりあえずはって感じだけど。 うーん。セイバーを吹っ飛ばしたっぽいね。まあもうでも訓練量が違うもんね。この二人は。うーん。いや、なんかピなんか生きてそうだな。 なんか生きてそうだな。まあ、てか、なんかこの、なんかこの手で死んでる気配がないよ、大体。やべ。てか、だって。あ、や、やべ。あー、これ集まってる。あー、ちょっとこれやばい。これ、でエクスカリバーぶっ、ぶっ放すかも。これ、やばいよね。え、で、これエクスパリ、エクスカリバーの予兆だよね、たぶん。集まってるよね。大気からいろいろと。 あ、やばい。あ、やばい。<laughs> あの、この街終わったかもしれない。<laughs> あ、やばい。この街とは言わないけども、少なくともあたりは吹っ飛ぶ。大群だっけエクスカリバーって。宝具としては。 わお。<Wow. S 2> なんか音がするけど。え、やり合ってるまだ。ち、いや、もうコンクリートひしゃげてるというか、ちぎれてるというか、風穴がさらに深くなっちった。 ととにするんだけど2人はルビアとリンとルビアは ちょっとやりたい放題すぎるなこれはすごいな。<ん>てかルビアとねえサファイア吹っ飛んだらもう戻れなくない 時間っていうか空間。いや、どこにいんのルビーとサファイアも、えうまく喋れない。ルビーとサファイアもうま、どこにいたのえ、消失した わわわわわわわえ、まじでどうなっちゃうのこれ。生きてたわけだけど。とんでもない爪痕になってるんだけど。セイバー自体はどこ行ったエクスカリバー離して。 いや、出てきちゃった。ごめん。噂したから出てきちゃったわ。ああ。いや、でも、どうもできない。だって、ステッキないもん。わ、凛々しい瞳が。探知してる

やべえ、見つかんじんだ。は、風 何何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 倒さなきゃえ、何うちなるやべ <laughs> え、これあ、アインツベルの力的な何かしかえ これでわおインストール。 エミアの、装束、赤い街灯。え嘘ええええうこういう結界ええあ、違う、心の内あ、投影できるようになる。あ、弓を出して。えもうあ、あえエミアじゃない 違うかうわっええおぉロアヤスえロアヤス羽が見えない。羽っていうか、花弁か。うわっあ、投影してるうわぁ、感傷爆弾だこれ、エミアの魂が入ってる の魂がわわわ打ち合えてる打ち合えてるさあエミアこれまたアレンジうこの音楽いいなやっぱりこの音楽いいなえさあ わわ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 すっごいなきすげぇすげぇえ、おばバちなにあ何伸ばしてるやっぱこれがアーチャーのあるべき姿だよね、やっぱり二刀流。わわ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 わすげぇな、これ 俺自身が英霊となることださああやっぱカラドボルグなんだああ復活 弓の腕まで。何あら、そ、そんな出てき方ああ。まあ、なんとか。よかったよかった。二人無事で。ただ、すごいことになってます、今。やべあ、本気になった。 あー、マジ出力かもしんない。マジの出力でぶっ放すかもやべ、さっきの日じゃないかも何を見てるんだえ嘘でしょトレーソン。エクスカリバー。ー 同じものわお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 。ぶつけ合いだ。わー、なー、なんだっけ、精霊の魂とかいろんなものが全部。これすごいな。改めて見たら、なんか夢の対決みたいになってるね。これすごいな。煙が上がってます。 さあ大きだ押し切るわ押し切った。 こんな対決想像もしてなかった。あ、こんな描写あったんだ。すげえな <laughs>。なんていうとんでもない対決なんだ。ギリアがエミアの力でエクスカリバーでセイバーと戦うっていう、すごいことになってますわよぞ。インストール。そういう特殊、 ああ特殊技能イリアの。 すごいな。マジで。いや、ちょっと、めちゃくちゃテンション上がったわ。エミアが流れて。ああ。え、終わりああ、でもすごかった。いや、めちゃめちゃテンション上がったわ。<laughs> いや、こんなロマンある正直。僕、これ見た時何だったんだろうな。 ステイナイトはやってた気がするんだよな。あ、でもどうだろうステイナイトやってない頃に見たかなどうだう ?F、G、僕の順序的にはだって FGO からだもんな。FGO からやって、でも、ステイナイトは見てたと思うけど、やってたと思うけど。いや、でも、ヘブンズフィールとかを見てるからだろうな。あはははは。改めてすごいテンションが上がったわ。なんか、なんか、なんか前に一回見てるはずなんだけど、そんな時よりもテンション上がってます。 うわお。こんなテンション上がることマジであるマジで。でもなんでなんだろうやっぱり、なんだろう受け入れる力みたいなのも強いのかなやっぱり、だって、もともと聖杯、まあ、この世界線だとどうなってるかっていうのははっきりとわかんない。一応一応平和な世界っていうところではあるし、えっと、聖,聖杯戦争自体が終わってるんだっけいや、怒ってないんだよね。 でも器としての力みたいなものはあるのかなだからできるとかなのかなちょっと待って、もう一回コメント確認するわ。さて、C かな翌日筋肉痛になってそう、めちゃめちゃ。あんなとんでもない動きをしたら。そうか、それの具現化なのか。黒絵が。うーん。 魔力切れって感じではなさそうあらニュー でも、どうあんなんだろうね。あんだけバカスカ投影しても爆睡っていう感じで済んでるんだよね。オッケー、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 オッケー。さあ、何何を言ってるの？<laughs> 勝利と闘争。かっこいいかっこいいこのエンドカードも。素敵。はい。というわけで見終わったわけなんだけど、やばい超かっこいいっていうか、リリアがこんだけ動くのもめちゃめちゃいいし、この戦闘の仕方も超かっこいいし、いや、いいな。センスが詰まってますね。マジで。うわ、なんかいいな。てか、エミアかかった時めちゃめちゃテンション上がったわ、正直。 うお、え、エミアじゃないこれと思って。で、てん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 おおーいみたいな。さえなんかさ、これあるあるかもわかんない。僕がバーだからかわかんないんだけどさ。うん、あの、エミアがかかったとき、ま、8割エミアだろうな。でんりく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 りって、イントロが流れるじゃん。イントロが流れたときに、これエミアだよな、多分。あれこれエミアじゃねみたいになってさ、てんてんてんってんって、おー、エミアだみたいなさ。うん、なるってない <laughs> 最初、自信ないの。これかかって、これエミアっぽくねエミアだよね多分、みたいな。自信ないけど、もう、もう、みな、みんなが知っている処刑用 BGM が流れた時に、もう、テンションぶち上がるっていうのがさ、いろいろあるけど、いいよね。これはアレンジ オリジナルわかんないんだけど、まあオリジナル自体はよく覚えていないっていうところはあるんだけど、結構さ、エミアって細かくアレンジが変わってたりするから、ちょっとこれ、これもまたなんかプリア用に調整されたアレンジなのかなと思ったりもしたんだけど、うん、どうなんでしょうね。でもかなり、なんか、まあ、音響が違うから聞こえ方も違って、まあ、なんか、どうなのかなってなるのは仕方ないかもしれないんだけど、いいね。なんかまたプリア用にアレンジされてたならもっと聞きたいなとも思ったりもしちゃったし、っていうかな、なかもうここに来てエミアでテンション上がれるとは思わなかったわ、マジで。 めちゃめちゃ楽しかったぞ、正直。うん。いや、もうなんか、画面に飲まれながら、耳はエミアかかってるからうわワー,ーみたいな。めちゃめちゃいいわ。ってか、本当にヘブンズフィール見終わった時に、うわ、もうエミアでテンション上がることないんだろうなって思っちゃったの。もうステイナイト見切っちゃったから。うん、もうなんか、エミアが初見で流れて、うわーってなることはもうないだろうな、みたいな。それこそ、やっぱり FGO の2部の5章とか、 それこそ、あとは、なんだ、あの、なに、干渉のさ、なんだっけ、地獄海マンダラだっけあれが、やっぱり来ない限りは、ないだろうな、みたいな。英霊剣豪の勝負の時も、確かエミアかかってたっけだから、あれがアニメ化しない限りは、もうエミアでテンション上がることないだろうな、って思ってたの。 うん。エミアを初見で聞いて、ワーオーってなることはないだろうなって思ってたから。いや、ここでかかってマジテンション上がった。うん。かなり序盤だけどね。<laughs> けど、めちゃめちゃロマンだね。なんか、イリアの戦闘でエミアの BGM かかって、イリアがエミアの装備で戦うっていうのがまたいいし、いいよなぁ。いいよなめちゃめちゃいい。でもさ、この世界って聖杯戦、まあ、でもパラレルでもいいのか。そうかそうかそうか。この世界はあれらしいですね。聖杯戦争自体が起きていないっていう感じらしいから、 一応、だから、あの、聖杯としての機能は備わってるんだよね、イリアは。多分。だから、冬季での聖杯戦争は起きてな、ん違うわ。なんか、聖杯戦争自体は起きてないから、冬季の大災害も起きてないっていうところなのか。うん。ってなると、イリアはただのやっぱりホムンクルスっていう形になるのかな。でも、聖杯としての機能はありそうだよね。うん。だからこそ多分、東映バカスカしてもあの程度で済んでるって感じなんだよね。シロがだって、東映バカスカやった時やばかったもんね。魔術カえる的にもやばいことになってたし、みたいなところで。 うん。いや、でもいいね。めちゃめちゃいいわ。超いい、超いい。めちゃくちゃ良かった。すげえかっこよかったわ。あー、いや、だってさ、もうこんなんさ、本編見た人でもさ、想像しないじゃん。プリズ、だってさ、本編見た人に、いや、プリズマエイリアとか、なんか別のパラレルだと、イリアがアーチャーの装備でセイバーと戦ってるよしかもオルタの方のみたいな。え、信じないでしょ、そんなの。うん。 信じないよ。それこそだってプリアがアニメ化されるか作品として漫画とかになってんだっけうん。そうやってなんか発表される前のやっぱりゲームだけやってた人たちにこれ伝えても絶対響かんよな。わからんよね、多分。うわ、そんぐらいテンション上がった。うん。いや、めちゃめちゃよかったな。うわ、いいな、これ。うわ、こういう戦闘がしかも序盤にあるっていうのがいいよね。これから先もっと更新してくれるってことでしょ、多分。 そうなると、もう僕はテンションぶち上げザムラにならざるを得ないというわけなので、ちょっとこっから先もワクワクして見ていきたいな。いや、いいな。なるほど、インストールか。あー、入っていくっていう感じ。まあでもなんか、ここら辺のやっぱり能力に関しては、イリアの羊が絡んでそうだよね。多分、普通の魔術師じゃ多分あれできないよね。体が持たないんだろうと思う。うん。体が持たないと思うんだよね。 うん。いやでも多分、ああやってインストールしまくった結果生まれてしまったのがクロエって感じなんだろうな多分、うん。僕もよく覚えてないけど。ああ、でもこんな熱かったんだね。すごいね。なんか、当時さらっと流して見てたのがすごい、なんか思い出させられるね。<laughs> だって、やっぱり当時、まあ、ヘブンズ・リールとかを見てなかったから、ね、UBW もアニメで見てなかったし、まあ、だから、 学面上でしか知らなかったからこそだと思うんだけどこんなにテンションが上がると思いませんでした私いや超いいめちゃくちゃいいね ああ、<laughs> やばいね。いや、戦闘にこだわってるアニメはいいよな。なんか、ただただ、こう、なんか、イリアたちが可愛く魔法少女やっていきます、みたいな感じではなく、なんか、それだけじゃなく、戦闘にもこだわりがありますっていうところが、この、なんか、作品の本気度をね、伺わせられる。4期までやってるっていうことなので、ちょっと、マジで楽しみにしていきたいなと思いますので、次回以降も、ちょっとテンション上げながら見ていこうと思いますので、ぜひとも一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい、というわけで、とりあえず、今回はこんな感じで終わります。以上、プリズマイリアでした。